私の専門は計量政治学です。慶応義塾大学法学部の築山博樹です。私は計量政治学と呼ばれるデータ分析を用いて政治現象のメカニズムを分析する研究分野を専門としています。特に民主主義がなぜうまく機能しないのかという問題に関心があり、選挙や議会のデータ分析を通じて民主主義が機能する条件を明らかにすることを試みています。今日は私の研究の中から日本の地方選挙のデータを用いて無投票選挙の発生メカニズムを分析した研究を紹介します。日本の地方選挙ではしばしば候補者が足りずに無投票で当選者が決まる無投票選挙が発生します。政治家は選挙で落選するという恐れがあるからこそ、票のために市民の利益を守ろうと行動します。それゆえ無投票選挙には政治家の市民に対する応答性を低下させるなどの懸念があります。このような候補者不足の原因の一つには、単に生活費の問題、つまり議員報酬の水準が低すぎるという問題があるかもしれません。私は日本全国の市区町村議会の選挙結果を収集した上で、市区町村議会の議員報酬額が無投票選挙の発生に与える影響を分析しました。分析結果からは、特に町村議会において議員報酬額が低い議会ほど無投票選挙の発生確率が高まることが明らかになりました。例えば暫定的な推計では月額報酬が30万円以上の場合は無投票選挙の確率が 10% を下回る一方で、月額報酬が15万円程度に過ぎない場合には無投票選挙の確率が 30% を上回ることが分かりました。政治家の給与の引き下げというのは市民に人気の政策の一つですが、政治家になることの金銭的なインセンティブが失われると、質の高い候補者が選挙に立候補しなくなったり、若い人たちが政治の世界に入ってくることが難しくなるなど、いろんな副作用を引き起こすかもしれません。今、世界中で民主主義に対する不満が高まっています。そもそもなぜ民主主義が機能しないのか、どうすれば民主主義を有効に機能させることができるのか、データ分析を通してこのような根源的な問いに取り組んでいきたいと考えています。確かに、政治というのは複雑で曖昧、時に不合理に見えるものです。しかし、データを用いた科学的な政治学によって政治のメカニズムについて様々なことが明らかになっています。選挙制度の設計によって政治家の行動をどう変えることができるのか、どうすれば有権者の投票率を高めることができるのか、そもそも投票に行くことがなぜ重要なのか、こうした疑問に答えてくれる政治学の科学的知見の面白さをより多くの方と共有したいと考えています。